サラです。久保井です。今日はですね、前回僕からちょっと提案させてもらった、一回こう関係をフラットにして別れたいっていうお話をさせてもらったと思うんですけど、それで今日どういう話し合いになったかっていうのをちょっと皆さんに、ご報告の方を、させていただこうかなと思います。とですね、結論から言うと一旦お話の通りちょっと関係を一旦フラットにして、でカップルとして、もう一回ゼロっていうか一からやらせていただこうかなと。それでそのお互い成長し合うっていうか、僕は僕で、そうね、まず自分自身をしっかりと見つめ直して、今後これから先どうするかっていうことを考えて行かなくちゃいけないっていうふうに思ってるので、サラちゃんはサラちゃんで自分の夢目標に向かってこう歩んでいってほしいって思ってます。皆さんに私たち2人で前を向いて歩んでいくっていうことで、みんなに恩返しをしていこうっていうことを前の謝罪の動画で話したんですけど、それは私たち2人とも意見は変わってなくて、みんなに前を向いてる姿を早く見せられるように上がろうね。私は久保ちゃんがそう言うなら従う。僕は僕でもう一度サラちゃんにこうやっぱりプロポーズできるように頑張らなきゃいけないなっていうふうなことは考えてて、そのための今やっぱこう一旦自分で持ってるもの全部捨てて、ほんとフラットにじゃないけど、やっぱこうサラちゃんがいると甘えちゃうっていうか、そういうのもあるし、そう、とにかく、精神的にもやっぱ強くなりたいっていうのは、あるかな。やっぱり人にこう騙されてしまうっていうのは自分の己の弱さだと思うんだよね。そういうのがいろいろあると思うので、今までもだから、自分自身まず甘えないで修行して強くなりたいかな。それでこうまたいつかこうプロポーズするところをやっぱりみんなにも見せていかないといけないかな。見せますみたいな感じで今そういう風に頑張りますみたいなテンションっていうかさ、そういう感じではないんだけど、まだでもそうしなきゃいけないっていうことは
絶対立ち上がらなきゃいけないってことは自分なりにも分かってる。でもこうやってやっぱり大きな決断をしたんだからいいきっかけにしてほしい。ありがとうね。その僕のわがままっていうか、うん、僕のそういう決断を、うん、尊重して受け入れてくれてありがとう。ということで、まあ、こういうような形に、まあ、なりました。まあ今後このチャンネルはどうなっていくか分かんないんですけど、まあ、あとは僕は僕で、うん、めちゃめちゃすごい頑張れて輝くかもしれないし、こうどん底にまたさらにこう今よりもどん底に落ちて、うん、ダメになっていくかもしれないし、うん、それはちょっとわからないけど、まあ、頑張んなきゃいけないなっていうのは思ってます。なので、暗い雰囲気になってもみんな困っちゃうよ。また新しい、ね、形で進むんだから元気出そう。ということで皆さん、こういう形にサラクボは進んでいくことに決めたんですけど、これからもサラとクボをどうかよろしくお願いします。じゃあクボちゃんあれやろうか。おレッツゴー。おーレッツゴー。